おはようございます。どうも、ショータイムゴルフです。やべえな、このホール。俺、昔ね、ここからドライバーで打ったことある。やべえな、超アゲンストで。いや、俺ワンチャンこれドライバーあるよ、この風。上げてるもん。スプーン、うん、カットでしょ、どうせ。というか、持ったクラブでどういう球打つか分かるよね。マジ遅い。大丈夫ですよ、入ってますよ。めっちゃ風吹いてきて寒い。入湯ですか。入湯で、うん、風吹いてきて、やば。Same as me。 大丈夫、カートの左まで落ちてきました。ジュキ君2打目。もうピンはね、ここでもうほぼ寄るのは不可能ですね。いいよ、これ、ね、転がし 8番で転がす。お、うまい。強い。いや、来てない。落ちた、落ちちゃった。うまいかと思ったら落ちた。はい、伊藤くん3打目。これもね、寄らないですね、これほぼ不可能。あ、でかい。あ、違反の溝なので戻りましたね。お、すごい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 、めっちゃいい。え、すげえ。違反じゃねえよ。すげえ。すげえ。すげえ。おっと、小妻琴乃ちゃんみたいになってるよ。うまい、ナイス。戻らないっていうか、手前キャリーだから戻らない、傾斜が使えないから。うまっ、めっちゃ止まった。何それ。ナイス。あれもやん。おー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 なんなのこれ。おー、くびれちゃだよ。誰だここに来たの。止まんねえじゃんか。オッケー。戻ってこい。まだ分かんない。分かった。風早くしてよ。ナイス。翔太さんパーパット。上りフック。これ、まあ、1メートルぐらいですけど、全く油断できないこの傾斜。
タップを外さないといけないですね。ナイス、うまい。この人プロいくつ今7。ダブルスクエアで多いじゃないですか。多い。もうまあ、これがありますよ。危ないよね、奥はね。エッジはよく耐えたね、俺ら ね。ナイスパーだね。ナイスパーだよ。翔太さんはナイスパー。俺もナイスパーだよね。違反だもんね。違反じゃない。ナイスクラブ。違反じゃねえから。あ、出た、ここ。だからだってバックスピンするもしないよね。違う、傾斜だから、あれ当たったの。傾斜なくもクッて回ってそう戻ったもん。傾斜だから、傾斜寒っ。こんなホールだよ、次どうすんのこれ。どうすればいいのこれ。これね、ユーティリティでね、奥島に打った方がいい。浮島に打って260以上飛ばしちゃダメだよ。260はあの吹き流し。フックしてる、帰ってきてる、帰ってきてる。危ない。ほんと死んだわ。ギア効果、ギア効果、ギア効果。クラブに救われましたね。ナイスクラブ、ナイスクラブ、ナイスクラブ。飛ぶな、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 飛ぶな。おお、カットしてない。あ、大丈夫でしょ。あ、入ったんじゃない。最後、最後左に行ったね。139は少し上げてます。手前。あー、ちょ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 。あ、あ、また池入っちゃった。やはり池なんだ、手前だと。123ピッチング。綺麗に入りましたね。止まれ、止まれ、止まれ。止まってる？あ、止まった、止まった。116ピッチング。コーヒー缶が出てきたポッケから。グリーン左。今日やばいね。やばいね。でも俺らも結構苦戦してるよね。うん。なんかさ、どっかで一ホールドカンってやっちゃうよね。やるね。ここのコースはね。ああ。多分普通にやれば3球3球ぐらいで回れる。アンダーパー出る気して。出る気はない。全然しない。全く出る気しね。池に入っての？何打目？うまい、ナイス、ナイスチップ。翔太さん3打目。これまたエッジからちょっと距離が短くて下ってますね。左からの傾斜が強いです。あれ、くぅ、ちょっと、あーね、紙一重。あとちょっと転がったらいい感じ。オッケーでいいんじゃね。どうしたもんですかね、これ。スイックナイスオッケー。オッケーいただきました。もうダボなんで情けをかけていただきました。まあ寄ってたけどね。でも結構難しいパットだったんですけど、ありがたくいただけるものはいただいて。翔太さんパーパット。結構いくでしょそれ。あー、結構切れる。
立っちゃよかったけど。見える？はい。バーディーパット。上りスライス。しっかり打った。しっかり左に打った。ナイスタッチ。オッケーパー。これやるしかないよね。バーディー狙っていけないもん。ごめんまい。ナイスダボ。どう今ね、グリップ滑った。左？まあ、左。全身使っていいですか？おお、どう？もうやばい。やばくね？どこ行った？ギリ。ギリ。木のラインでアウトで。じゃあダメだ。ダメだ。枝ぐらい。そう、あの奥のフェアウェイの左端ぐらい。左結構広いんだけど、アウトになる。え、何下ってんの？うん、今いいショットだったけどな。さっきからいいショットがあかんとこ行ってるな。ナイス。よっしゃ。暫定。暫定打ちまーす。うわー、インサイドから入ってんだな。ひでえな。インサイドからかぶってた。ちょっと滑ったね。滑った。どうだろう。あれあんの？あれあるんだったら俺全然あるけど。確かに。思うけど、いいっすか行って前。あれあるんだから。もういいや。もういいっすか前で。よいしょ。ドロー打てんの？これ。え？こっちのクラブの方が捕まります。いや俺一発目は絶対ないよ。そんな左だった。翔太さんが笑っちゃうぐらい左。でも完全にノーちゃんだもん。あれテレックんじゃない？あれっぽいよ多分。あれか。うん。危ねえ。みんな自分のことで精一杯みたいなんで三脚で撮ります。スプーンで打ちます。紅葉が綺麗ですね。ね、もうちょうど見ごろ。さあ、伊藤くんの1打目、1球目か本当に1球目かどうかは分かりませんけど、あったみたいなんで、ここから2打目打つそうです。こんなとこにあるような方向に飛んでってはいないはずなんですけどね。だって1発目なんだよ、7番なんだよ。めっちゃね、木の跡ついてるし。最悪だけどね。これどうやって打つの？もういいや、行きます。だって一発目なんだよ、7番なんだよ。いや、それはないです。だって取り行ったんだもん、俺多分。265。はい。嘘でしょ。殺人ボールだよあれ。セーフだけど。
ひろしさん、殺人ボールだよ。今ギャラリーの人がいたら3人は死んでた。3人死んでたよ。ひろしさん、なんかこのホールおかしいよ。ねえ、いろいろとおかしいよこのホール。一番お前がおかしいから。いやいや、ほんとだって俺自分でびっくりしてんだから。あれなんで、なんで山の裏から帰ってくるの。なんであれあんの。7番なんだよでも。まああったって。あったよとにかく。あったはあったんだよ。両方7番なんだね。違うよ、8番だって。2発目ねえ、そんなわけ。両方7番じゃないかな。そんなことないから。そんなことないから。そこまでひどくないよ。確かにせこいけど。確かにせこいのは認めるけど、そこまでじゃない。まあ奇跡ってやつですかね。せこいのは認めるよ。翔さんの言うようにドロップの位置とか適当にやるから結構せこいのは認めるけど。何ヤードっすか、何番っすか。80の打ち上げ7ヤード。はい、4番。ちょうど降ってない。ちょうど降った。こうないじゃん。あ、全然手前だわ。あ、落ちてきちゃったね。105? 110アゲンストで見ます。110アゲンスト、ピッチングで P で。お、ナイス。なんて。ショートさん走ってます。ピンの位置を確認しに走って。これ戻ったらもう分かんなくなっちゃう。ピンまで80。上りアゲンスト50度。60度届くんですか。お、かなりつま先下がり、左足上がり。ああ右右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 。バカです。やばいやばい。違反ですね。スピンに気を取られて勝也さんみたいなカメラワークしちゃった。空映しちゃった。はは。よう止まるウェッジだこと。ショースさん、はい、バーディーパット、はい。めっちゃ切れるね。めっちゃ切れるねこれね。4ダブルボギー。山の裏からパー。だから木めっちゃ当たってるから。当たった音は聞こえなかったんですけどね。あの山の裏からかって。だって一番1球目なんだよ。どういうこんちゃ。そんな不可能なことは。あ、切れねえよそんな。え、こいつの2球目見てた。ドライバー2球目は見ましたよ。あれだった。いや、もっと左。うん、いや、まあ左は左。はい、ボギー。うるさいね、本当。奇跡ってのは起きるんだよ、たまに。ちょ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 。下りだって。今なんかもう、森じゃない。もう、みんなさ、大丈夫。今なんかもう、分かんないね。違うこと考えてた。何考えてたんだよ。うまっ。ナイスパー。よし、翔さん後半パワープレイ。うん、ワンボ。あ、1個ボギーしてんのか。あ、ダボでね。いやーもう、いやもうね、疲れる。からん。今日のゴルフ疲れる。無理。
もっと練習してこいって方は高評価を、来年も頑張れって方はチャンネル登録をお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。